どうも、ひやりせーす。どうも、かいです。あ、今日なんです。今日何やるんですか？今日なんですけど、はい、来年発売予定で楽しみにしている、うん、エアジョーダン1ハイ85のブレッドの方が、はい、あるお店の方から、もう製品ショットができるんですよ、ね。あ、もう発売確実って感じですね。そうなんですよ。うん、はい。まあ、そんなね、ブレッドの方が発売された後に、未流通の方で、うん、これぐらいの値段で取引されるんじゃないかっていうね、あくまで僕らの勝手な予想をもとにですね、はい、お話しさせてもらいたいのと、うん、あと今後発売予定のニューバランスのコラボの新作であったりとか、うん、来年以降発売されるジョーダンブランドの新作の実物が結構出てきているので、はい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 、それについてちょっとやりたいなと思ってるんですけど、はい、はい、このチャンネルではスニーカー、ファッションに関する陸情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が見れない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやってますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方フォローの方よろしくお願いします。はい。じゃあ早速なんですけども、はい、ナイキ SB とエアジョーダン4のネイビー続報が出てきてるんですか？あ、続報と言いますか、ちょっとおさらいで、おさらいですか？これっていうのは、はい、来年の2月に発売予定やったんですけど、うん、夏に、来年の夏に延期だったんですよね。あ、そうでしたね。あ、そうなんですよ。でね、その延期になった話の流れで、ちょっとこれ見てもらいたいんです。このエアジョーダン4のレアエアも、2月から来年の夏にリリースがね、ちょっと延期だという話があったんですけど、うん、持ってらっしゃる方の投稿でいろんな角度が写真が出てきているんで、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、これっていうのは集団の部分のタンタグ のフライトって書いてる部分が取り外しできるんですよね。はいはいはい。そうなんですよ。うん、はい、まあ、それ以外にも使われてるカラーっていうのは何となくブレッドのカラーに近いかなっていう感じなんですけど、そうですね。はい、かかとの部分がナイキエアというふうになってて、で、使われてる素材っていうのは、これを見る限りではスエードの素材が使われてるんじゃないかなと思うんですけど、で、このね、レアエアのエアジョーダン4っていうのは、このタンタグを外してもらうと、下地で、レアエアって書いてる、テキストが施されてるんですけど、これ今回の出てきてる写真では確認できなかったんですけど、発売されるストック全体の 25% だけ、ゴールドの文字でこのね、タンタグを外してもらった時のテキストが、そういったカラーになってるモデルが存在するっていうふうに言ってたんですけど、モデルの写真っていうのは出てきてないんですよね。うん、あ、まあ、いわゆる当たりっていう話を前してたと思うんですけど、うん、まあ、こちらのレアエアの方が、来年の、ね、夏頃リリースということで延期になったんで、エアジョーダンほどナイキ SB のこれはもう来年の夏になったということで、その流れでちょっと紹介されてもらったんですけど、はい、はい、続いてなんですけども、サレヘベンバリーとニューバランスの530ですね。こちら10月の29日発売予定ですね。あ、そうなんです。これに関してはニューバランスの発売じゃなくて先行でサレヘベンバリーのサイトの方で発売されるらしいんですけど、うん、はい、これ通称の名前がね、バンブーってついてるんですけど、うん、まあ、よく見てもらうとこのボックスとかに竹が映ってるんですよね。そうですね、竹の絵がありますね、はい、でカラーの方も、まあ、その竹のようなカラーが落とし込まれてまして、うん、まあ、全体的にちょっとね、なんかヴィンテージ加工してるようなかすれたような加工とかもされてるんですけど、そうですね、はい、面白いなと思った部分で言うと、これインソール見てもらうと、うん、インソールがコルクのねデザインになってるんですよね。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。サレヘベンバリーとニューバランスのコラボっていうのは結構続いてるんですけど、うん、まあ、新作でこういったね、本日発売出てきてるんですけど、うん、幅広いリリースは今後あるんじゃないかっていうふうに書いてたんですけど、うん、日程までは出てきてなかったんですよね。あ、そうなんですね。はい、はい、で続いてなんですけど、アウェイクニューヨークとエアシップ PEですね、はい、ゲームロイヤルですね、はい、こちら11月の、2日に、アウェイクニューヨークで発売で、はい、その後11月の20日に、ワールドワイドの発売あるということなんですね、はい、11月の20日におそらくスニーカーでの発売来そうなんですよね。そうですね、はい、まあ、前回ホワイトとユニバーシティレッドのカラーが使われたモデルが発売されたんですけど、うん、今回ブルーのカラーで、まあ、マッキシー同じデザインなんですよね。そうですね、はい、ただ僕こっちの方がちょっといいなと思ったんで、うん、11月の20日にこの幅広いリリースがあるらしいんで、ちょっと考えようかなと思ったんですけど、うんうん、はい、まあ、前回同様ですね、この履き口のあたりであったりとか、まあ、スネークの、ね、デザインが使われてて、うん、まあ、ちょっとね、ヴィンテージ加工をしているような感じで、このサイドソールの部分とかが、まあ、セールのカラーになっているんですけど、はい、でそれ以外に、前回同様、バースティージャケットであったりとか、うん、キャップであったりとか発売するみたいで、キービラーでできてるんですよね。パーカーとかもあるんですね。あ、そうなんですよ。パーカーであったりとか、あとこれホワイトのショーツ映ってると思うんですけど、はい、これもジョーダンブランドとアウェイクニューヨークのコラボらしいんですよね。なるほど。はい、まあ、11月の2日に先行で発売された後に、11月の20日にスニーカーズの発売が来るんじゃないかという情報やったんですけど、はい、まあ、余談なんですけど、アウェイクニューヨークは来年エアジョーダン5とのコラボで秋以降にですね、2足発売来るんじゃないかっていう情報を昨日やってたと思うんですけど、はい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 、はい、で続いてなんですけど、エアジョーダン11のブレッドベルベットですね、はい、こちらの方はウィメンズになるんですけども、11月の11日発売予定ですね。あ、そうなんですよ、はい、まあ、こういったふうに写真が出てきて見てもらいたいんですけど、うん、まあ、これ前にも紹介してるんですけど、エアジョーダン11のブレッドのベルベット素材バージョンなんですよね、
はい、全体にブレッドの、まあ、カラーまとってるんですけど、使われてる素材がベルベット素材でエナメルじゃないんですよね。でかかとの部分見てもらうとトレンティ3ってなってて、ジャンプワンロゴに関してはレッドのカラーでメタリック素材がパチッと貼り付けられているような、まあ、そんなイソムなんですけど、たまにウィーメンズのモデルでエアジョーダン11に関してはこういったベルベット素材を使うねモデルが出てくるんですけど、うん、はい、まあね、前も言ってたんですけど、フィアーズこれメンズのサイズだったらちょっと欲しいなって言ってたんですよね。そうなんですよね、はい、まあ、ウィーメンズのサイズ展開なんで、まあ日本に来ても29センチぐらいまでかなって思ったりするんですけど、うん、まあ、こちらのはね来月発売ということで出てきてました。はい、はい、続いてなんですけども、はい、エアージョーダン3のブラックキャットなんですが、はい、来年の1月の11日に発売予定ということなんですよね。はい、今からお話させてもらうのはジョーダンブランドの新作で、うん、来年のね、まあ、新作のリリースの話になるんですけど、うん、まあ、見てもらっているのは前から言ってた2007年の6月にリリースされたエアジョーダン3のブラックキャットの復刻の話なんですよね。うん、はい、まあ、これ自体持ってらっしゃる方の投稿でボックスやったりとか、いろんな角度が撮ってる写真が出てきているんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まあ、この2007年にね、リリースされたエアジョーダン3のブラックキャットの復刻なんで、まあ、ほぼほぼ外観は一緒で、使われてる素材っていうのが、ヌバックとパテントレザーが使われてるんですよね。はい。はい、まあ、アッパーのあたりとか見てもらうと、ちょっとピカってると思うんですけど、うん、パテントレザーが使われてて、で、かかとの部分見てもらうと、まあ、ジャンプマンロゴのね、デザインになっているんですけど、うん、でボックスも一緒に写ってまして、まあ、こちらの方が、来年のね1月にリリースということで出てきてまして、うん、で気になるのがエアジョーダン4のブラックキャットも来年復刻決まってるんですよね。はいはいはい、近年で言うと2020年に、復刻して発売されたんですけど、で僕らその時買ってなくて、うん、でまあ、5年ぶりのね復刻で来年ねエアジョーダン4のブラックキャットもあるっていう話があって、それはね確か秋以降やだと思うんですけど、うん、まあ、その前にね3のブラックキャットの方が来年のね1月早々に発売ということで出てきてました。はい、これシューレースもエレハントプリントになってますね。はい、続いてなんですけども、エアージョーダン9のクールグレーですね。こちらの方が来年の3月の15日ですね。そうなんですよ、はあ、今見てもらっているのはこれ、うん、イギリスのマンチェスターにあるあのスニーカーブティックであるサイズのね製品ショットなんで、まあ、発売間違いないかなという感じなんですけど、うん、そうですね、はい、まあ、9に関してはね僕は当時買わなかったんですよね。馴染みないですね。そうなんですよ、うん、はい、でこのエアジョーダン9のクールグレイっていうのは2002年に、まあ、出たモデルで、ちなみにジョーダンがウィザーズ時代にちゃんと試合で履いてるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、そのね1年前の2001年に発売されたエアジョーダン11のクールグレイ、まあ、ヒアリザ復刻持ってるんですけど、うん、そのカラーをまとってるエアジョーダン9なんですよね。はいはい、使われてる素材っていうのはヌバックと、あとパテントレザーがねアッパーのあたりとか使われてて、うん、まあ、かかとの部分とかデザインとか見てもらうと、まあ、23っていうデザインが入ってて、うん、まあ、エアジョーダン9なんで、これアウトソール見てもらうと、日本語でね、世界スポーツって書いてるんですよ。これ懐かしいなと思ったんですけど。はいはいはい。そうなんですよ。まあ、このクールグレーのカラーをまとってる、2002年に出た、このね、エアジョーダン9の方が、まあ、来年の3月に復刻ということで、まあ、これお店の方が出てきている写真なんで、まあ、発売間違いないかなと思うんですけど、はい、はい、続いてなんですけども、エアジョーダン1ローの OG でオブシディアンですね、はい、こっちの方が3月の22日発売予定ということですね。そうなんですよ、はい、とうとう出てきましたねこれね。そうですね、そうなんですよ、はい、うん、これもねそのスニーカーブティック、先ほど紹介されてもらったスニーカーブティックのサイズから出てきてる写真なんで、うん、発売は間違いないと思うんですけど、うん、これ前からね説明させてもらってたエアジョーダン1汎用 G のオブシディアンのローカットバージョンが出るらしいぞっていうことをやってたんですけど、はいはい、で、モック画像とかも出てきてて、まあ、そのモック画像をね使って結構説明していたエアジョーダン1の OG なんですけど、うん、まあ実物ができまして、うん、はい、まあそのままでしたね、はい、これまあ気のせいかどうかわかんないですけど、はい、心なしかこう数種が細く見えません、はい、あのエアジョーダン1の OG っていうのは、うん、2025年から数種の形がちょっとだけね太くなるっていう話だったんですけど、うん、そんな感じがしなかったんですよね。そうなんですよね。そうなんです。モック画像はね、だいぶね、スッシュがぶっ飛びに作られているエアジョーダン1のモック画像っていうのは結構多いんですけど、うん、これ僕もね、見た時に思ったのが、そんなそうでもないなと思ったんですよ、ね。そう、そうなんですよ。そうなんですよ。なんか誇張しすぎてないって言いますか。そうですよね。そうなんですよね。でもやっぱこれかっこいいなと思ったのが、まあ、使われてるカラーっていうのがね、うん、ジョーダンが卒業したノースカロライナ大学のカラーであったりとか、うん、まあ、一部使われてまして、まあね、ちょっとこのハイのモデルの今の値段見てもらいたいんですけど、これフィアレスの持ってるんですけど、うん、エアジョーダン1ハイ OG のオブシディアンっていうのは、うん、今の、スニー技術での値段の取引見てみると、だいたい4万5000円ぐらいになってるんですよ、ね。あ、もうだいぶ値段落ち着いてきました、ね。下がってますよね。一時期すごい跳ね上がってた記憶あるんですけど、はい、あ、そうなんです、うん。もう絶対買えないなっていう感じだったんですけど、うん、一時期そのね、高かった値段のちょっと価格の推移見てもらいたいんですけど、うん、
6万円から7万円ぐらいの取引があったみたいなんですよ、ね。ああ、そうなんや。はい、で、そっから、まあ、4万5千円まで下がってきてるんで、まあ、買いやすいかなってちょっと思ったりするんですけど。僕、これね、定価で買えたんですよ。ただ、はい、海外から買ったんで、はい、関税と送料がそれなりに取られてたんですよね。まあ、当時はまだね、はい、あのヨーロッパとかからでも抽選参加できたんで、ね、あ、そうなんです。冗談送ってくれたんで日本に。そうなんですよね。そうなんですよね。はあ、でもそんな海外で買ってちょっと日本で買うより高くついたとしても、当時のその二ユーズの値段っていうのを考えると、まあ、安く買えたかなっていうね、あ、まあまあそうですね、感じだと思うんですけど、うん、はあ、まあ、そんなエアジョーダン1廃用時の有名なね、このオブシーアのローカットバージョンの方が、まあ、来年ね、まあ、リリースされるということで実物が出てきてたんですけど、気になるのは、うん、ルーキーオブザイヤーがね、このローカットで来るっていう話なんですけど、 ありましたね。あ、そうなん、それはね、まだね、実物出てきてないんですよね。あ、そうなんですね。それ出てくると思うんですけど、楽しみですね。はい、はい、で続いてなんですけども、エアジョーダン1、はい、85のブレッドの話題ですか。はい、あ、そうなん、本日の本題ですよね、はい、うん、これも先ほどから紹介させてもらっているスニーカーブティックのサイズから、うん、この製品ショットが出てきているんですよね。あ、そうなんですね。発売の際に使われる写真が出てきてまして、うん、まあ、これが出てきたってことは発売は2月の14日、間違いないかなっていう感じなんですけど。うん、そうですね。はい。で、お店の方でもうこういった写真が出てきてるんで、うん、そのうち持ってらっしゃる方の投稿がめっちゃ出てくると思うんですよね。まあまあまあ、そうですね。はい、うん、まあね、抜かれて配られてるんじゃないかなって今頃って思ってるんで、うん、はい、ちょっとディテール見ていきましょうか。はい、これっていうのは1985年にリリースされたエアジョーダン1廃用時のブレッドの85シリーズとしてのリリースなんですよね。うん、はい、前から言ってるんですけど、85シリーズっていうのは200ドルでずっと発売されてきてるんですけど、定価が、うん、このブレッドから50ドルの値上げで250ドルでの発売ということになってるんですよね。なるほど。そうなんですよ。はい、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、9ホールになって、ただね、これ見た時にちょっと僕思ったんですけど、うん、これね、僕以外の方でこのね、リークが出てきた時にインスタグラムのコメントとか見てたら同じようなことを言ってらっしゃる方がいたんですけど、はい、一瞬これミッドっぽく見えるなって言ってましたね。確かにね。はい、でもただこれ9ホールになってて、まあちゃんとシューレースをきつく縛ってなくてちょっと緩めにしてるのもあって、ボテっていう風に見えるのかなと思ったりするんですけど。ああ、それでかね。はい、ただこれ海外のスニーカー系サイトが言うには、この85のブレッドに関しては1985年のエアジョーダン1廃用時のブレッドのほぼ完コピって書いてましたね。そうなんで、使われてるレザーも今レトロで出てるモデルより全然違うね、プレミアムレザーが使われてるんですけど、うん、ただこの85シリーズ毎年発売されてるんですけど、うん、最初に発売されたバーシーレッドより革質はね、ちょっとだけ下がってきてるかなって思ったりもするんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、ちなみにね、これ250ドルで発売の情報が出てきてるんですけど、うん、今250ドルって日本のレートで言うと、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、3万8000円ぐらいなんですよね。なるほど。高いっすよね。高いですね。はい。でね、今、最新の85シリーズ、これ日本の方で発売される価格っていうのは、うん、エアジョーダン1ハイ85のメタリックバーガンディっていうモデルが、まあ、発売されてまして、うん、それがね、国内の定価が2万9700円で発売されてるんですよね。うん、はい、で、まあ、50ドル値上げするんで、うん、まあ、3万8000円ぐらいで来るんじゃないかなと思ってるんですけどね。はいはい、200ドルでの、日本での発売がもう2万9700円で、うん、定価で発売されてるんで、3万円で発売されてることはおそらくないと思うんですよね。はいはい、はい、50ドルアップしてるんで、まあ、3万8000円ぐらい、まあ、4万手前ぐらいを覚悟してる方がいいのかなと思ったりするんですけど、ただ今回サイズが出てきてる写真見てめっちゃ欲しいなと思ったんで。めっちゃ欲しいけど値段高なったね。こんな高かったっけ、スニーカーって。そうなんですよね。はい、でね、うん、このブレッドに関しては、まあ、前回エアジョーダン1廃用時で2016年にリリースされてるんですよね。うん、そうですね。はい、で来年、まあ、リリースされるとしたら約9年ぶりの、まあ、リリースということなんですよね。でちなみにね、その2016年のこのブレッドの今の2ユーズの値段見てもらうと、僕のサイズなんですけど、さっき確認したら 27.5 は10万円から出品されてましたね。あ、マジですか。まあ、その取引見ても、まあ、大体9万円ぐらい取引されているんで、まあ、高いなという感じなんですけど。手が出ないね、やっぱりね。そうなんですよ。はい、なんで、まあね、85シリーズ来年定価で買える可能性があるかもしれないんで、4万円ぐらいもしかしたら定価になってるかもしれないんですけど、うん、で話ちょっとね変わるんですけど、2025年にエアジョーダン1ハイ85のブレッドが出た後に噂なんですけど、うん、2026年にエアジョーダン1ローの85のブレッドが出るんじゃないかっていう話があるんですよね。はいはいはい、そうなん、それも、まあ、1年置いてローの85が来るんじゃないかっていう話があるんで、それもちょっと楽しみなんですけど。で、2月の14日にエアジョーダン1ハイ85のブレッドが発売されるんですけど、うん、次の日これなんですよね。ああ、そうでしたっけ。そうなんですよ。エアジョーダン1廃用時のブラックトゥーのリーマジンのが2月の15日に今のところ180ドル設定で発売予定なんですよね。はいはい
はい、でこれ前にも言ってるんですけど、2月の14日に8時後のブレッドが発売されて、まあ、買えない人がほとんどだと思うんですけど、うん、でその買えなかった人が次の日のこの、リーマジンドのブラックトゥーを、まあ、買うんじゃないかなってね、思ったりするっていう話なんですけど、うん、あのストレスに負けてね、あそうなんです、買っちゃうっていうね、良さもあるし、ね、はい、ナイキの戦法ちゃうかなっていうふうな話もしてたんですけど、ね、リーマジンドシリーズって数結構作るからね、そうなんです、なんで、まあ大半の人がもしかしたらね、買えるんじゃないかなっていうふうに、買えなかったストレスをリーマジンドにぶつけると、そうなんですよね、いうことですね、それナイキが考えた戦略じゃないかなって思ってるんですけど、なるほどね、そうなんですよ、はい、で今からね、ちょっとこの85のブレッドが発売された後に、うん、まあ、リユーツの方でこれぐらいの値段になるんじゃないかっていう、あくまでも僕ら2人のね予想をちょっと話させてもらいたいんですけど、僕ら2人、僕予想してなかったですけど、ああ、まあそうですね、はいはい、僕が作った、まあ、あのシナリオといいますか、はいはい、になるんですけど、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、はい、この85シリーズっていうのは、うん、日本で最初発売されたモデルっていうのは、うん、ヒアレスが持ってるエアジョーダン1ハイ85のバースティレッドなんですよね。そうなんですよね、はい、これ確かね、2020年の2月の8日あたりに2万900円で発売されてるんですよね。そうなんですよ、うん、はい、メタリックバーガンディっていうのは今2万9700円で発売されてるんで、うん、約9000円近く安く発売されてるんですよ。そうですね、そうで200ドルなんで、まあ、そのアメリカでの定価っていうのはちょっと変わってなかったんですけど、うん、ちなみにこのバースティレッドっていうのはマイケル・ジョーダンの背番号の23にかけて2万3000足だけ作られたんですよね。そうなんですよ、ね、はい、なんでこれね2万3000分の何々っていう風にナンバリングが入ってるんですよね。あ、そうそう、貴重な一足ですよ、はい、そうなんで、それ以外にも巾着袋がついてて、うん、でフィアレスこれニューズも買ってるんですけど、持ってます、はい、はい、今回これ久しぶりこれ調べて思ったんですけど、うん、欲しくなってニューズの値段のねお気に入れましたからね。あ、そうなんですか。そうなんで、ちなみにねこのバースティレットに関しては今いくらで取引されてるのかなと思って見てたら、うん、約5万5000円でした。そんな安かったっけ。安くなってるんですよ。安くなってるの。で僕もお気に入れてるんですけど、だいたいその値段で今 27.5 は買えるかなっていう感じの。ただね、出品がね、うん、めっちゃ減ってきてますね、やっぱり。ああ、それはまあ新品がね、だって4年ぐらい経ってるんで、減ってくるからね、はい、まあそうなるかなっていう感じなんですけど、うん、でねこのバースレットに関しては発売された当初、うん、2月の9日やったと思うんですけど、2020年の、うんうん、最初15万円取引されてるんですよ、ね、15万で買った人いるにはね、すごいね。そうなんですよ、はい、でその後、2020年の夏ぐらいになるんですけど、うん、そっから落ち着いて8万円ぐらいで一番高い取引なんですけど、そういった値段でね取引されてるんですよね。僕多分、はい、どのいつ買ったんでしたっけ。僕今から2年ぐらい前ですかね、うん、僕はあの高い値段で買ってると思います。7万か8万円ぐらい買ったそういうぐらいで買ったような気がしますね、はい、でそっか2020年の8月から2年間半の間は、うん、2023年の2月ぐらいまでは、うん、8万円ぐらいで高い取引が続いてるんですよね、うん、ああそうなんです、ね、僕はその間の高い時期に買ってますね、はい、あそうなんですよ、うん、はい、なので発売されてから3年間ぐらいの間っていうのはだいたいね、まあ、平均して高い取引でいうと8万円ぐらいでずっと来てるんですけど、うん、今5万5000円まで下がってきてるんですよ、ね、めっちゃ下がってるんですね。というのもやっぱりそのねナイキの、まあ、なんすか人気であったりとかスニーカーの熱が下がってきてるんで、まあ、そういうのが取引の、まあ、値段にちょっと現れてきてるのかなっていう感じですかね。安なってるんやったらもう一足いたろうかな。そう、ね、なんかちょっと今一時期見てた値段よりも安かったんで、ああ、うん、マジでちょっとお気に入れたって話なんですけど。そうやね、うん、そうな。ちなみにね、僕らっていうのは85シリーズ、フィアレスはバースティレッドとニュートラルグレイ持ってるんですよ、ね。はい、2つ持ってますね。はい、で、2つとも2ユーツで買ってるんですよ、ね。そうですね、はい。で、僕に関しては、エアジョーダン1ハイのパンダ持ってるんですけど、うん、それも2ユーツで買ってるんですよ。うん、パンダに関してなんですけど、僕5万か6万で買ってるんですけど、あれ今3万5000円ぐらいなんですよね。あ、値段下がるんですか。めっちゃ下がってるんですよ。え、85シリーズでなんか天井つけて下がっていっちゃうんですか、ね、っていう感じがありますよね。まあ、それから今ね、ナイキ自体がこうなってきてるから、あると思うんなんかもしれないですけど、ね、はい。で、なぜバースティレッドの話をされてもらったかと言いますと、うん、まあ、赤とね、黒のカラーが使われているっていうのもあって、まあ、ブレッドのね、カラーが使われているっていうのもあるんですけど、うんうん、あとまあ、国内で発売されたのが最初このバースティレッドやったのと、あと勢いがかなりで値段もあったんで、ちょっと比較的な感じでこれを用いて話させてもらってるんですけど、うん、でこの今回ねこのバースティレッドの価格の感じを、まあ、引用じゃないですけどっていうのを踏まえて、その来年のね2月の14日に発売される85のブレッドの方が値段どうなのかなっていう話をちょっとさせてもらいたいんですけど、うん、まあ今のねバースティレッドの値段っていうのが、うん、まあ、大体5万5000円ぐらいなんで、うん、2万900円の定価から考えると、まあ、3万円から4万円ぐらいついてる感じで言うと、うん、85のブレッドっていうのは来年3万8000円ぐらいで発売されるっていうのを考えると、まあ、約4万円ぐらいとして、そうか、まあ、7万円か8万円ぐらいに
初動なるのかなってちょっと思ってるんですけどね。でその8万円ぐらいになるんじゃないかっていう話でも、うん、先ほどのバースイレッドの長い期間高い値段取引された平均というのは8万円ぐらいだったんで、うん、まあ、そういうのもあって、まあ、8万ぐらいなんかなって思って、でブレッドに関してはめちゃめちゃ人気高いと思うんで、うんうん、そのすぐなくなるっていうふうに海外のスニーカー系サイトの方も需要がえぐいんですぐなくなるって言ってたんですよね。あブレッドもね、はい、両方買って並べたいですけどね僕。ああそうなんですよね、はい、まあ、85のブレッドの方がおそらく4万近い定価で来ると思うんで、うん、まあ、プラス3、4万ぐらいになって、まあ、7万円か8万円ぐらいでニュースの方で取引があるんじゃないかなと思うんですけど、ただまあそのバースレッドに関しては当時、うん、まあスニーカーがすごく人気あったっていうのもあって初日に15万円取引あったんですよね。これいいですよね、うん、まあ、そこから下がっては来てるんですけど、うんうん、まあ、だいたい8万円ぐらいになるのか、そういうのも高いですけどね、だって定価考えて約2倍になるんかなっていう感じなんで、そうですね、まあ、そこまでその来年のね2月の14日の発売の後にそのね、ブレッドの人気が高くてそこまでなるかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、うん、まあ、定価付近で取引されるってことはおそらくないと思いますね、まあ、欲しいもんねこれね。そうなんですよ、はい、85のブレッドに関しては、うん、ストック数の情報っていうのは今ねないんすよね、うんうん、はい、で例年発売されてるような、まあ、その前で言うとねメタリックバーガンディであったりとか、まあ、僕が持ってるような85のパンダのようなストック数で来るんじゃないかっていうふうに言ってるところもあったんですけど、ただ具体的な数字っていうのはないんすよね、うん、そうなんですよ。はい、ブレッドの話じゃなくて、次ね85シリーズでシカゴの話で言うと、僕らこれ前から言ってるんですけど、うん、まあ、2028年か2030年じゃないかっていう話があるんですよね。そうですね、今のところ、はい、うん、で2030年で言うと、まあ、1985年から45周年ということでその年に出るんじゃないかっていう予想が今最新では出てきてるんです、ね、そうなんですね。そうなんですよ、はい、まあ、85のねシカゴが出たらとんでもないことになると思うんですけど、うん、まあ、当分またさそうだなっていう話なんですよねこれね。そうですね、はい、というのもリーマジンドでシカゴがリリースされているんで数年空くだろって言われてるんですよね、うん、はい、はい、まあ、今後まだ情報もねいろいろ出てくるかと思いますので、はい、またこちらの方で情報出てきましたら紹介できたらなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。はい、どうでした。さよなら。I'm sorry but it's evident you're on your phone 24/7 no reply when I ticked at 10 past 11 and I swear you only tell me what I wanna hear the real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle lost inside a puzzle here honestly right now I don't really see no love in here but I saw something in you something in us but I can't see a future without the trust so I'm reminiscing visions I had